言葉で3分でわかるワンピース。忙しいあなたへ送るコミックス第37巻の内容はサクッと把握できる公式の完全ネタバレ動画です。ロビンの真意を確かめるためアイスバーグの寝室に突入したルフィたち。しかしロビンはそんなルフィたちを固くなり拒絶します。それでも諦めないルフィの前に CP9 が立ちふさがる。殺しのライセンスを持つだけあってこいつらかなり強い。その上ルッチはなんとゾーン系の能力者。ヒョウに姿を変えたルッチにルフィとゾロは海に放り出され、ガリエラカンパニーは炎に包まれる。 CP9 の次なるターゲット、それは設計図を持つフランキー。そのフランキーはというとウソップの身の上話に号泣中。メリーゴはもう解体するしかないと壊しにかかるフランキーに泣きながら抵抗するウソップでしたが、もう全部わかっていたんです。空島での不思議な出来事を思い出すウソップ、あれはきっとメリーゴーの化身だったんだと。そこに CP9 が現れた。フランキーを倒し設計図を探すルッチたち。この部屋はトムズ・ウォーカーズ22年前のウォーターセブン。12歳だったフランキーはトムのもと戦艦作りに打ち込んでいました。そんなある日、トムが海賊王の船を製造した罪で裁判にかけられてしまいます。判決は死刑。裁判の場でトムは海列車の構想をみんなに話します。それは人々に希望を与え、トムには10年の執行猶予が与えられることに。月日は流れ、ついに海列車パフィングトムが完成します。トムの執行猶予が切れる日が近づく中、スパンダムがトムの元を訪れます。狙いはトムが持っている古代兵器の設計図。危機を察知したトムは設計図をアイスバーグたちに託すのでした。判決の日、地方船が謎の襲撃を受けるという事件が発生。しかも攻撃しているのはフランキーが作った戦艦。全てはトムから設計図を奪おうとするスパンダムの策略だったのです。襲撃犯として捕まったフランキーたちでしたが、トムが一人で罪をかぶり、フランキーとアイスバーグは自由の身に。そしてトムは一度足を踏み入れたら二度と出られないと恐れられるエニエスロビーへと連行されてしまいます。フランキーは体を張ってトムを救い出そうとしますが、その願いは叶えませんでした。続く。チャンネル登録よろしく。いいと思った方はいいねボタンを押してね。